はい、こんにちは、ヤムリョウと申します。さあ、郵便いろいろ解説動画でやってますけどね、この回シリーズ、さあ今回は第3回、ということで第一種郵便物についてやろうと思います。まあ、第一種郵便物っていうと何なのかというとですね、一応ね、定義通り読みますよ。まあ、大きく3つの、ね、定義があります。定型郵便物、定型外郵便物、定型外郵便物、規格内と定型外郵便物、規格外という、ね、いうふうになって、何のこっちゃと。これだけじゃ今のところ何のこっちゃってなるかもしれませんけど、で、一応解説はね、こんな感じです。はい、載せときますね。今3つまとめて載せますけど、とりあえずまずね、定型だけやろうと思いますけどね。定型郵便物に関しては、なんか重さが 50g 以内で、大きさが14センチ、9センチ以上で、23.5センチ、12センチ、厚み1センチ以内のものとかで、ね、なんや、まあ、いや、これだけ読みても、いや、またさっぱりわからないと、まあ、定型外のところになると、なんかそれがね、数字がでかくなってますね、1キログラム以内の大きさどうのこうのとかって、わーって書いてあって、よくわからないと思うんですけど、まあ、これだけだとピンとこないかもしれませんので、まあ、簡単にわかりやすく言います。よくある封筒。これ定型郵便物です。これが第一種郵便物。第一種郵便物では全部こんな感じの封筒とかでわーっと送られてくるやつ、全般、これ全部第一種郵便物です。で、よく84円切手とかね、今84円ですよね、貼り付けてね、これいうの送ったりしますよね。これ全部、定型郵便、定型郵便物ってことで、第一種郵便物の中の定型郵便という扱いになります。これが大きいやつが定型外、と思ってくれたらいいです。大体どこまでが定型なのか定型外なのかというのは、まあ、もう定義通り、先ね、ここに出ておる、定義の通りなんですけど、まあ、大体こういうふうに普通に売っとる定型郵便としてね、用って言ってね、売ってるものが、定型郵便物用のサイズになります。これが一番大きいのかな。これよりももうちょっと横幅が、まあ、ギリギリいけるはずなんですけど、うん、一応まあこのぐらいまではいけるんだなと思っててくれたりして、あとは洋物とかって言ってね、あるようなやつ、三平形の長さで、行くんだったっけ、これはね、三辺形の長さじゃなくて、それぞれ縦横の長さとかも結構厳密に決まってますんでね、まあ、これはちょっと注意が必要なんですけど、ちなみに 50g を超えたらこのサイズに入っておっても定型外になりますからね。ちなみに定型は 50g 以内ってなってますけど、これね、大事なのが、こうちょっと、これはここが 50g 以内としか書いてないな、ね、こっちの方にも書いてありますけど、ね、25g 以内と 50g 以内で値段が変わります。よく84円切ってね、貼り付けてくるやつっていうのは、これは基本的に全部 25g 以内のもの、定型郵便のものが84円になります。ですから、ちっちゃい方が80円で、こっちのちょっと大きくなったら90円っていうわけじゃないんです。単純に重さだけです。料金が変わるのは基本的にも重さだけです。これ、郵便物の基本になってきますので、ここを押さえときましょうということですね。基本的に郵便物ってのは全部、重さで、それに対してサイズ、まず基本的にはサイズからかな。サイズがまず規定のやつがあって、そこから重さがこれになっとったらこれっていう感じの、第1チェック、第2チェックって感じで決まります。まあ、これにプラスアルファがついてくる場合もあるんですけどね。うん。で、いうの風になってますんで、基本的にはこういった封筒に入ってくるのが定型郵便物と思ってください。もちろん、お手製の封筒とかでも大丈夫なんですけど、お手製の封筒で作るときは気をつけないといけないのが、たまに海外とかのやつでもあるんですけどね、ね、ちょっと大きめの封筒で、自分でね、こう折って作ってね、そうしたらサイズがちょっと規格がでかくなってね、それで、実は、50g 超えましたとかっていう、いうようなケースもありますし、あとちょっと気をつけないといけないのが、これ履歴書とか送るときなんですけどね、まあこういった履歴書は、まあ、これ定型外でも言えることなんですけど、普段ね、こういった感じの茶封筒のやつを使ってますよと。だけどね、まあちょっといい文章を送ろうとしてね、あ、ちょっとね、今日はね、大事な文章を送らないといけませんからね、ということで、まあこんな感じの、普段よりもいいね、封筒を使いましたよと、とかっていうような場合ね、こういうような封筒を使いましたよって言った場合に、実は、紙の質が重たくなるんで、普段入れとった用紙の量でも、こっちの方で入れたらギリギリ超えてしまいまして、料金超過になりましたよということがね、特に重要な書類の時とかね、きっと気をつけないといけません。重さに関してはそういうことがありますんで、結構シビアにね、これ取られますんでね、気をつけてください。特に履歴書とかで二重封筒とかね、中に二重に紙が入っとって、
ておいて、中が透けないような封筒とか使うような場合とかは、注意が必要かなということです。ということなんで、まあ、基本的にはね、まあ、今後の郵便解説でもそうなんですけど、もうまず、大きさの規定があって、こういった感じの大きさの規定があって、第一種郵便物はこんなんだ、こんな封筒と思ってくれたらいいです。封筒以外のものでも第一種郵便物になるんですけど、まあ、基本的には封筒だと思ってください。こういったね、色とかも関係ありません。で、大きさがでかくなったら定形外、でかくなかったら定形内ということです。で、定形外は定形外でちょっと複雑になりましたんで、定形外だけでちょっと取らせていただきたいと思います。とりあえず定形郵便はこんな感じで、料金も2種類、82円、4円と94円だけ。はい、ということで、スパッと終わらせていただきたいと思います。閉めてしまいましたけど、一つだけ解説してませんでしたね。しれっとね、例というところでね、長型3号封筒って書いてありますけど、なんなんやっていうね、わかりませんかもしれませんが、先から一つは、ちょっと大きめの封筒の方ですね。これ、長型3号って言います。まあ、大体書いて売ってますしね、こんな感じでね、あれどこに書いてあったっけ、ここに、ね、書いてありますね。長型3号って感じでね、まあ、こういうふうのが長型3号。他にどんなのがあるかというと、長型4号とか、あと角型とかいうのもありましてね、角型っていうのはさっき言う、これなんかがそうな、角型2号というか、まあ、そのままですよね。角、横にちょっと正方形っぽいやつと、こういうふうに縦長のやつで長型かっていうだけです。まあ、これだけね、追加でちらっと書いてあるので、こういうのです。まあ、全部ね、事務所でね、買ったりするときにはこういうような企画でね、ありますから、まあ、覚えておいては損はないかなと思います。基本的によく使われるのは、ね、この長型3号ってやつね、が一番よく使われますよってことでね、覚えておくといいかなと思います。ということで以上でございます。ご視聴ありがとうございました。